皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回もですね、2021年型のご紹介をさせていただきます。今回のお題はブロンプトンの S6L、新色のクラウドブルーですね。ブロンプトンに関して言うとね、もうモデルチェンジっていう概念がほとんどないというか、ここ最近はもうどこが変わったのかもう分かりませんねっていうぐらい、部品の供給も安定してる印象ですね。変わっていくのがやっぱ色ということになりますね。で、なんだかんだ言いながらね、僕も20年近く見てきましたけど、青系の色、パステルブルーのような、そういう色味のものが、何年かに一遍ぐらいの我々でじゅんぐりじゅんぐり回ってくる感じです。で、代表的なのがターキッシュグリーンだったかな。昔ターコイズブルーって言ってたような気がしますけど、そういう色味ですね。で、それが出たり消えたり。で、あとはね、アークティックブルーとか、なんちゃらブルーとかっていう名前のつくものが、こう定期的に入れ替わっていく感じです。で、それでその色味の展開で新鮮味をやっぱ出したいということなんだと思います。で、それの一番最新の取り組みがこのクラウドブルーですね。ターキッシュっていうのがなくなって、それに変わるような何かということで新しく出てきたのがこれだと思います。で、アークティックブルーとかラグーンブルーとかっていうのはちょっとどちらかというとこうちょっと鮮やかな、発色でしたけども、これはちょっとどちらかというとそのクラウドっていうぐらいですからね。モワンとした。悪く言うとね、ちょっと、モワンとした、半端なというふうな意見もあるでしょうけど、よく言うと非常に柔らかい、穏やかな、そんな感じの色味になっていると思います。で、これもですね、ちょっとね、在庫分として発注したものでしたけども、速攻で買い手がつきまして、これもうそろそろ、お嫁入りというような流れになっております。今、幸いなことに店頭にブロンプトンがもう、1台もないというすごい状況が、開業以来初めて現出しております。で、入荷予定のもういくらかあるのはあるんですけども、なんだかんだ言いながら入荷前に予約が入ってしまうという、ものすごい状態が続いております。世界的に自転車の需要が高くなってるっていう話はよく聞きますけど、中でもブロンプトンのその人気っていうのはやっぱ群を抜いているようで、世界中でブロンプトンが足りねえじゃねえかよっていうようなのを SNS を中心に散見します。インドネシアの方ではね、なんかブロンプトン詐欺っていうのも起きてるような、投稿がありましたので、こうやってブロンプトンを販売できますということそのものがもう極めて幸せなことなんだなと、改めまして思いました。でね、入荷のね、量が、限られておりますので、やっぱちょっと気になってんだよなっていう方はですね、なるだけ早めに、販売店の方にお尋ねになってみるということは、素敵な結果をもたらすのではないかなと思います。これね、素敵な女性のところにお嫁入りすることになってまして、末永くお役に立っていただきたいなというふうに思います。